ウ住ズミヒ A2 月11日は、日本の政治家。参議院議員、衆議院議員、防衛政務次官、熊本県議会議員、菊池市議会議員を歴任。父は、元熊本県議会議員のウ住和ミ熊本県立熊本高等学校、成城大学経済学部、東京農業大学畜産学科卒業。菊池市議会議員。 熊本県議会議員を経て1986年衆議院議員に初当選。自由民主党所属。1993年の第40回衆議院議員総選挙において自民党を離党した新政党議員で唯一の前職落選者。2007年の第21回参議院議員通常選挙に郵政民営化法案に反対したことを理由に、 公認を得られず、無所属で、熊本県選挙区から立候補することを模索も、断念し、引退。1994年11月、熊本市長選挙で支持した候補者が落選。候補が、支持者、マスコミの前で挨拶をしているすぐ後ろで、酔った状態で遅れてきた、松岡俊勝と選挙戦について、口論の末、掴み合いの喧嘩となった。 65億円もの債務超過により自己破産し、債費が債権者により差し押さえられた。2006年、魚住のパーティー券を250万円分購入した、特定のボランティア団体を NPO 法人と認定するよう、内閣府に口利きしたことが、問題になる。問題のボランティア団体と内閣府は、出資法違反容疑で、家宅捜索された。また、2006年には、 出資法違反で、福岡県警から、家宅捜索を受けた会社から、魚住が、金丸真の再入り囲碁セットを売り渡すという形で2000万円の提供があった。この囲碁セットは捜査関係者の話としてほとんど価値がないものであるとしている。2007年3月19日の産経新聞によると、魚住ズ志広が2004年から2005年の間に、 鉄道建設、運輸施設整備支援機構に対し、自身と関わり合いのある、熊本県宇城市の内公海運会社の使用料、滞納金1億円を、制度上認められていない減税を行うようにと、働きかけ、制度上の理由から減税を拒んだ、同期効果庁に対し老化に立たせて同括し、さらには、 同期小理事長や国土交通省局長らを呼びつけて、謝罪させ、北川和夫国土交通省大臣などに対し、責任を問うぞとも電話をした。同活された、この課長は、人事異動で、別の部署に移動させられることとなった。また、国土交通省幹部らに対し、魚住博ミヒが、殺すぞ、などと脅迫を行っていたとの証言もあるとしている。 魚住博ミはこれに対し、内容は記憶していない。としている。49億円の破産再建が確定。魚住博ミヒ議員。共同。オリジナルの2013年7月20日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w a v 2 0 1 3 0 7 2 0 0 7 2 3 4 1 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 0 4 0 9 c n 2 0 0 4 0 9 1 0 0 1 0 0 2 8 0 8 h t m l h a t a s a h i c o m ウ住ズミヒ議員に2000万円 NPO 申請で、口聞き化社会朝日新聞。2006年12月31日。2007年1月2日のアーカイブ。ウ住議員が、国交幹部同活地元企業園滞金1億円。減免迫る担当課長を更迭事件ですのニュース。いざ、ありがとうございます。